近藤裕子近藤裕子は1945年の広島原爆の著名な被爆者の一人である。キリスト教牧師の谷本清は父親。広子は1944年11月20日、広島ルカワ会牧師の谷本清と千佐の夫妻の間に長女として広島県で生まれた。牧師の娘であったため幼少期から 傷ついた女性や子供に接する機会が多かったという。1945年8月6日、広島市に原子爆弾が投下され、まだ生後8ヶ月の幼かった弘子は、母親の地差と共に被爆した。原爆当時、爆心地からわずか 1.1km の地点にある自宅に住んでいた。弘子自身は奇跡的に助かったものの、 原爆の参加で顔に火傷を負った乙女たちと接する中、彼女は原爆を投下した米軍への激しい憎悪を募らせていった。また、被爆により放射能が人体にどのような影響を与えるかの検査体験を受けるなど、幾多の苦難を経験した。原爆を落とした人は悪い人、いつか復讐してやる。という思いを抱いていたヒロコは、10歳の時、戦争への 強い、憎みから、アメリカを訪問し、This is your life というテレビ番組に出演した。そこで、広島へ、原爆投下した B29、エノラゲーの副操縦士であった、ロバート A ルイスと出会った。ヒロコはルイスを悪人と思っていたため当初は彼を、睨んだものの、ルイス本人は、oh, god ゴッド、ホワットハブウィーダン。 原爆を投下した自分たちを自責するような文を飛行日誌に記したと打ち明け、涙を流した。そんなルイスを見たヒロコは、原爆を投下した軍人を一方的に恨んでいた自分の過ちに気がつき、その人にも苦しみがあるのであって、自分の中にも悪があるということに気づいた。そのためルイス操縦士を許し、それにより戦争そのものを憎むべきだということに気づかされる。 広子は被爆から75年を迎えた2020年8月の取材において悪い人だと思っていたルイス操縦士は実は私たちと同じように涙を流すような人間でした。本当に憎むべきなのは戦争そのものであることに気づいたんです。と述べている。1963年に広子は東京の大美林高校を卒業し、その後アメリカへ留学して、 1966年にセンテナリー短大を1969年にアメリカン大学をそれぞれ卒業した。現在兵庫県三木市に住んでいるひろこは国内外で講演活動を行っており、また日本で行き場を失った子供を海外に養子として紹介する国際養子縁組を続けている。世界の子供たちと共に平和を訴える。 財団法人チルドレンアズザピースメーカーズの国際関係相談役も務めた。なお、2016年に広島を訪問したバラク・オバマは演説でヒロコについても言及しており、被爆者には原爆を投下した爆撃機のパイロットを許した女性がいます。なぜなら、本当に憎むべきなのは戦争そのものだと分かったからです。と述べている。また、 ヒロコとその父親のキヨシはいずれも、ジョン・ハーシーが原子爆弾の広島投下直後の広島市での取材をまとめたルポルタージュ、広島に登場している。ありがとうございます。